はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。4周年記念のね、無料ガチャですか、やっていこうかなと思います。こちらですね、はい。本日もできるということで嬉しいですね。やっぱり動画を上げている身としてはですね、こうやってネタがあることが何よりも嬉しいです。皆さん毎日見てくださると幸いです。ということで、まあちょっと引く前にですね、この全国芸春野球大会のお知らせも、来ました。まあね、皆さんぜひとも見てほしいかなと思うんですけども、結構ね、期間長いんだよね。そうっすね。ね、まあ、そこが、っていう感じで、まあ大変になるので、まあ年末年始もね、ちょっと時間があるという方はぜひともやってみてください。まあ私も、まあちょっと報酬、どうなのこれ。まあ報酬もそうですけど、カズさんの場合特攻はどうなんですか。なるほど。ちなみにですね、報酬の方に関しては、帝王実業の武田です。うん。別バージョンですね。そうですね。うん。特攻の話で言うと、私が、昨日のガチャをね、した、成果というんですか、っていうところで言うと、みんなね、気になっている、この同絵は45になりました。まぁ、ちょっとだけPR 大丈夫と、SR 大丈夫も1枚だけ使ったんだけど、結構ね、ありがたくて、PR の5が2段階が2回いったの。おー。だからもうトタンと言ってくれたのがすごい嬉しかったですね。で、ここが、まぁ、45になったのと、イベントボーナス順にしてほしいですね。なるほど。どうやればいいんだ、ここから。ここですね。じゃん、こんな感じです。クロエが、42。大豪傑50か。で、この、なんだっけ、ゴブリン？ゴブリン。が42で、彼女キャラが37という感じですね。で、レイに関しては、全然。でもやっぱ高いですね。まあそこフレンドとかね。なり、うん、うん。まあでもやっぱり PSR の方がグッと乗っかるから、まあ PSR をお借りの50をお借りしてっていう感じになるかなと思います。多分彼女キャラですよね。うん。うん。まあでも多分、割と組める。いや、高いですね。うん。という感じですかね。まあ、どう戦っていくかはちょっとまた考えなきゃいけないんですけども、それにもね、やっぱりマントルをちゃんと攻略しないと、いい、特攻作戦ですね。特攻作戦でいいの作れないんで、まあ、ちょっとここに関してはもう少し、まあ、週末もかけて、ちょっとあんま時間ないんですけど、はい、がっつりちょっとやっていこうかなっていう感じでございます。まあ、あとね、スタジアム、今私4位なんですよ。おー。うん。なので、ちょっと皆さん、4位にいる私をぜひとも見に来てください。まあ、4周年で4位だとね、またちょっといいよね。うん。という感じで、やっていこうかな。私のが先にこちらですね。お、見せてくれるんですね。スクショになりますが、SR 当てました。マキ。当たりじゃん。当たり？当たりじゃん。でも、個人的に嬉しいのは、うん、六本木出たのが嬉しいですね。この PN 牧場で六本木めっちゃ溜まってたんで、R の解放ね。そうですね、うん。これがめっちゃ嬉しい。あとは PR 余剰も、多分 R5 を2体ぐらい食わせれたりとかで。うん、そういうところがやっぱ俺的には嬉しいかな。うん。うん、まあそんなことよりも何よりも、徳が石の数が凄まじいことにみんな驚いてると思うよ。そうですね。石もやばいですね。徳、うん、は、徳はどうしようと思ってんの？ひとまず1000個まで石貯める？いや、もちろんこのガチャは引く予定ですけど、まあ、特に焦りもなく、うん、まあ、もう少しテーブルとかなんかいろいろ強さとか見たら引こうかなとか思ってましたけど、なるほど、まあ、とりあえずもうイベントの特攻にやっぱり選ばれたんで、うん、まあ、引いていこうかなって感じ、うん、ですね。わかりました。まあね、大ガチャ4回引くたびにこっちも引けるからね、回数もちょっと大事だよね。えげつないですよね。結構ここで PSR みんなじゃんじゃん出してるね、50% で。これはずるいわ、本当にこの中で、ね。まあまあそんな感じで、まあ私もここをどうしようかなって迷いもありますけども、ここね、何回って回数がバレちゃうならね、ちょっとあれですけどね。もうだから、なんかね、ツイッター見たけど100何回っていう人いたよ。うん、すごいよ、ね、100何回、うん、まあちょっと怖いけど、まあでも無料でもね、あのキャラたち出るっていうところがまあね、なんて感じだよね。すごいよね。すごいっすね。いくらって感じもしちゃいますけども。びっくりしたね、今。さあ、私も行きたいと思います。まず、SR1 枚でいいから当てたい。さあ、くぐりました。
赤玉来て。おい。ああ。ただここもマントルキャラ、マントルキャラ、マントルキャラ。おい。最後はマグロっていうのがね、またね、いいですね。いいですね。いいですね。まあこの中で言うと、キバかな、キバかな、ちょっとうーんって思えたのは、まあここに関してはですね、毎日こうやって動画に出していくかちょっとわからないですけども、動画に出せない日でもちょっと録画をしてですね、まとめて皆さんにお届けするとかそんな感じでもお見せできたらいいかななんて思ってます。うん。はい。まあという感じで、うーんって感じだったけど、まあ別動画ではね、私ここもありますし、SR ガチャゲームも溜まってきたから、こちらをね、まとめてお届けできたらな、なんて思っております。そんな感じですか？はい。はい、いろいろ頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。